日常演舞の食うた日記へようこそ。さて本日の時間こちら、ではごゆっくりお楽しみください。こちら猫猫食パンチーズケーキプラスセーラームーンコラボ商品とレギュラー商品をいろいろ食べたいと思います。こちらがルナのイメージした食パンですね。ちょっと見にくいですけど、真っ黒で黒猫っぽい。でこちらチーズケーキ、これが通常版、セーラームーン仕様、チリムーン仕様、これもセーラームーンっていうのちょっと前に主題歌歌った動画出したんですけど、幼少期自分も見てたんですよね。実は男子なんですけどね、結構好きだったんです。なので今回気になって食べてみたいと思いました。それではチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのルナ食パン、本来ならチョコペンで書くんでしょうけど、ちょっと使ってる余裕がないのでこのままいただきますね。ではあまりにも食べる時間がかかりすぎたのでダイジェストね。ちょっとミスがあってお仕置きされそうですね。でもこんな甘いお仕置きならむしろされたいかも。甘さだけじゃなくてちょっぴり苦みや香ばしさもあって、さっくりとした食感がとろける味わいも美味しい。セーラームーンコラボ食べてみよう。こちらのルナイメージの食パンは噛んだ瞬間にチョコレートの苦さと香ばしさだけでなく、いちごの甘みも入っていて美味しかったです。で食べた後に、あ、先にちぎって見せればよかったなと思うことに気づく。もうさ、月に変わってお仕置きされるかもしれません自分で。まずコラボ商品からいきます。こちらのセーラームーンチーズケーキとチリムーンチーズケーキはどちらもジュワッと溶けているようなレアチーズケーキタイプでしたが、解凍時間が違ったのかな。チリムーンの方はすんなり溶けていって、口の中に甘酸っぱさに会話っていくいちご味で、セーラームーンの方はちょっとアイスケーキのような食感が残ったマンゴー味になっていました。多分解凍する時間がどれだけになるかっていうことにもよると思うのですが、自分は味的にはどちらかというとセーラームーンコラボのマンゴーの方が好きでしたね。というわけでコラボ商品はこれが一番好きでしたので、これを代表としてこちらも提出させていただきます。でレギュラー商品はこちらのバスチーケーキですね。ちょっと口に入れた瞬間にほろほろと飛び出ていく、ね、チーズケーキの中に程よい食感が入っていて美味しかったです。であとフィナンシェもしっとりしています。パイもサクサクしていて、中の酸っぱいブルーベリージャムとレアチーズクリームも美味しかったです。自分はレギュラー商品の中ではこのニャンチーが一番好きでしたので、これを代表としてこちらの点数とさせていただきます。でも美味しかったですね。やってと紹介失敗してお仕置きされないようにしないと。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、グッド、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。